いてむしゃーむねんなりむしゃーアンディ攻撃。なんだお前も地球代表として N オーキサイドに挑戦するつもりなのかここまで来れたのだからまあ下手ではないんだろうがな。まずは俺と勝負といこうじゃないか。とりあえずお手並み拝見というわけさ。本当の速さがどういうものか教えてあげるよ。Just a baby! 程度か。お手並み拝見。お手並み拝見。思ったよりもやるな。だが俺に勝てたぐらいで喜んでるようじゃダメだ。もし N オキサイドと勝負するのならもっと腕を磨いておくんだ。ほら鍵は渡すよ。へえ、とりあえずカップを全部持っている以上お前がこの地球の代表というわけだ。またせやがって。まあいいだ。待ちに待った対決の時だ。もしお前が勝てば約束通りこの星のことは放っておいてやる。おとなしく立ち去りよ。しかしもし俺様が勝ったならそのカップは全部いただくからな。あ、そうそう、この星もだ。地面を真っ平らに舗装して車磨き奴隷付きの俺様の劇曲。あ、違った。月決め駐車場にしてやるのだ。ブエブエだ。準備はいいか。うわっ、たのだよ。えい、これにこれかかる。この俺様が負けるなんて、今まで無敗を誇っていたこの俺様ちゃんが、うわー、このままでうちに帰っても笑いもんだ。まあいい、とりあえず約束通り、この水ばっかりの青くて小さな星はこのまま放っておくよ。しかしまだお前は俺様の立てたタイムレコードを全て破ったわけではないのだ。つまり宇宙最速の称号は未だに俺様のものなのだ。この星を本当に救いたければ全てのタイムアタックのトロフィーを集め俺様ともう一度勝負するのだ。まだ全てが終わったわけではない。また会おう。